ハンブルクベルゲドルフ駅は、ドイツハンブルク市、ベルゲドフルクにある鉄道駅である。近くには、バスステーションや、ショッピングセンター CCB などがある。ハンブルク S バーンの S21、S2 が乗り入れるほか、ドイツ鉄道を運行のレギオナルエクスプレスや一部のインターシティ等の長距離列車が停車する。S バーンの電車は3から5番線を使用し、ドイツ鉄道の列車は1。 二番線を使用している。また、駅前のバスステーションからは、ハンブルク南西部へ向かう路線バス等に接続している。ベルゲドルフ駅は1846年12月15日のベルリン・ハンブルク線の開通により開業した。2008年4月より、ベルゲドルフ駅の駅舎と中央バスステーションの建て替え工事が行われている。鉄道の築堤に沿ってある古い建物は取り壊され、 新しいバスステーションは線路寄りに設置される。また、ショッピングセンターの拡張や駐車場の再整備が行われる。ありがとうございます。